よう、伊織さん、来るのを待ってたよ。ちょうどあんたの腕を借りたいとこだったんだ。一つ頼めるかい？ああ、こたびは何をすればいい？それなんだがな、盗みを企てる無頼の浪人どもを懲らしめるか。おう、頼むぜ。近頃この手の浪人どもが多くてな、おかげでこちとらてんてこまんよ。牢跡に走る浪人はまだ増えるぞ。改易や取り潰しに遭う大名家が多い。おのずと浪人も増えようものだ。まあな。いや、あんたは偉いよ、伊織さん。かの新面武蔵のお弟子様にもかかわらず、はした金で俺の務めを手伝ってくれてよ。世が世ならあんた一心出世も夢じゃなかったろうにな。望んだあり方だ、これでいい。だが、はした金というならお前もっと積んでいいんだぞ。腕に似合わんよな。すまん、奉行所もこれでなかなか厳しくてな。いや、冗談だ。そう言ってくれるとありがたいね。そんじゃま、よろしく頼むぜ。手はず通りに盗みに入る。先を思えば金はいくらあってもいいからな。石川何がしの真似事か。やめておけ、首が飛ぶぞ。なんだ貴様、面倒だ、消せ。水の型で行く。揺るがぬ血のごとく。
朝持ち。そうか、貴様も選ばれたのか。朝鋭き水の流れのごとく。ここだ。もはや手段を選んではおれん。総出でかかれ。の血のごとく。また一つ強くなれたか。片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。手ごわかったぞ。いささか肝を冷やした。そうかい。そうだ、では銭をいただこう。お、おい、あんたその手はどうしたよ。左手の甲だ、ずいぶんなざじゃねえか。あざ、甲、うん、あざ、確か戦国の浪人が何か言っていたな。こりゃまた派手に赤くなってんな。あんたが食らうたは珍しいこともあるもんだ。少しはもらったが、左手の甲受けた覚えはない。放っておくさ、痛みはないし医者に見せる金もない。ああ、そうかい。そんじゃこれが今日の分だ。明日も来いよ。明日は確か吉原だったか。揉め事には欠かない町だ。だからあんたみてえな腕利きがいるんだよ。頼んだぜ。さて帰るか。お疲れ様。夕げの握り飯も用意しておきましたか。世話を焼きすぎだぞかや。しかしありがたい。このあざ、痛みはないが色味が濃くなっているな。なんだ。紅玉は寝ているか。明日にしよう。
せくようなことでもなし。たかが左手のあざ一つ、我がなぎの日々が揺らぐほどでもなし。食ったら寝るか。今宵はやけに月がまぶしいな。俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。待て、貴殿は。ふむ、私はセイバーのようだな。セイバー？いとまがない。まずは離れる。呼び人よ、君の名は何だ？伊織、宮本伊織だ。では伊織、遅れるなよ。待て、セイバーと言ったか、司祭を。気安いな。呼び捨てられる覚えはないぞ。名乗ったのはそちらだ。いや、話をするいとまはないか。行くぞ。逃がすな。揺るがぬ地のごとく。行くぞ、伊織。水の型で行く。
これはどうだ。おお、炎とは本職ではないがな。まじない、妖術の類か。威力はないが出が早い。うん、剣のみよりいくらかマシだ。ライダー短期逃げるのはやめだ。ここで仕留める。死の方の方見せろ。灰は灰、塵は塵。すべてを等しく燃やし尽くしましょう。あの槍、乱造か。一晩のうちに二鬼と相まみえるとは幸先が良い。命が惜しくば下がれ、より私がやる。
少し彼らを見たい。ライダー、テイゲン、全てが火の海に沈みかねえ。俺はどうすれば。より、ほうけるなよ。同類がここにも一人。欲しがりだな、ラサ。ならば来い。矛を収める気はないか。ならば。これは。ホーグ。やめろ！今の、何が起きた？引きましょう、マスター。英月の儀、人目をはばかるべきかと。我らも下がる。
ライダー。宮本伊織、マスターの一人として今は不足と見た。承知。伊織殿、次に会う時は必ずやお命いただく。逃げるか、おのれ。待て、セイバー。なぜ追わぬ、より。私ならあの程度の連中、町を砕き尽くすつもりか。いいか、二度とその刃を。それを水の鞘から抜くな。そんな。そんな。見ればわかるだろう。大筒どころの話ではないぞ、これは。わからない。あれは私の武器の中で最も強力なものだ。あらゆる敵を打ち滅ぼす最強の剣だ。当世の知識は多くないが、いわばそう、殿下の宝刀というやつだ。殿下の宝刀であればなおさら抜くべきじゃない。そうなのか。それではただの刀剣と変わらんとなると、ただの剣で屋敷が粉みじんになるか。とにかく抜くな。いいな。そういうものか。それならば、うん。永月の儀を生き残ることはできんな。永月の儀。そうだ、伊織、君はすでに選ばれた。その左手、甲に浮かぶ印が何よりの証。君は永月の儀に携わる呼び人、マスターの一人となった。永月の儀。戦国、異国の女も言っていた。それは何だ。ひどく大掛かりな手段。七人のマスターが最後の一人まで殺し合う生存競争。君を襲ったユイや顔を隠した男もマスターとなったうつしおの者たちだろう。うつしお。そう、マスターはうつしおの者、我ら常世の者を刃として扱うのだ。我らは英霊、サーヴァントとも言う。かつて死して仮初めの命でうつしおに戻りし者、うん、私と君は仲間同士なのだ。遺憾なことに。呼び人、マスター、サーヴァント、英霊、かつて死して仮初めの命。
死人が蘇るものか。何を言ってるんだ。死した者にできることはせいぜい恨みを埋めく程度だろう。立って歩き街を砕く亡霊なんて聞いたこともない。亡霊扱いとは肝が据わっているな。英霊とは事の葉の通り英雄英傑の魂だ。少なくとも私はそのように捉えている。戦国の黒い武者は？あれも英霊だ。陰気な女もそうだ、間違いない。生前に英雄として誉れを得たか、死後に英雄として崇め奉られたか、どうあれ英霊、人を超えた者たちだ。ではその力はまじないの類ではなく、この身に備わるものだ。頭から足のつま先まで力はみなぎっている。ここまで言えば分かったろ。ん？君は弱き者なのだ、英霊に比べれば。いや、分からん。分からんなりに飲み込んだ上で、生き残った最後の一組とやらはどうなる？願いが叶う。何？おのが願いが叶うのだ。義によって祀られる英月の力によって、どんな願いも実現する。残った最後の一組がその力を得るという話だ。願いか。うん、願いだ。その様子では興味を抱いたか。貴殿にも願いがあるのかな。ないのか。いや、ある、あると思う。サーヴァントとして召喚に応じた以上、きっと。ただ物忘れをしてしまったようで。物忘れ？物忘れだ。うん、嘘をついているようには見えんが。では忘れる程度の願いだったと。うぐ、君はあれだな、真面目な顔をして辛辣だな。正直なだけだ。減らぬ口だ。いや、いい。立ち話はここまでだ。よりねぐらまで案内しろ。まあ、いや、ちょっと待て。俺たちは今後寝食を共にするのか。うん、そうだ。そうか、そうなるのか。何を難しい顔をしてる。行くぞ。これが当世の家というものか。この荒れようは常のものか。いや、黒い武者に襲われたゆえだ。普段はもう少しマシだ。本当についてきたな。ああ、
それで話の続きだが、義について他に分かることはあるか？ないぞ。ん？ない。ない？ない。私もこれ以上は知らないんだ。もう少しこう、何かあるだろう。何か。アン君の催す御前試合でさえもう少しあるだろう。私が言えたことではないが同感だ。知り得ることは少ない。その上で、トウ、イオリ、君は英月の義を何とする？他のマスターやサーヴァントを退け、英月を欲するか？うん。英霊、英雄英傑のよみがえり、すさまじき力。あれらが相争うのが英月の義ならば、江戸の民草の多くが死ぬだろう。カヤも死ぬ。悪しきことを許されぬことだ。それはわかる。八百野鳥を火の海にはできない。それは人の道に反する行いだ。ふむ、君はそういうのか。思うところはあるが、嘘のない良い返答だったより。力不足も甚だしいが、私のマスターとして認めよう。うん。ではまず名を教えてほしい。英霊、かつての英雄英傑、貴殿はどんな人物だったんだ？どんなって、わからないのか？じゃあいい。私は名乗るほどのものではないということだ。貴殿を呼ぶときに支障が出るだろう。おいでもお前でも好きに呼ぶといい。そもそもイオリは弱い。弱いマスターに名を明かしても私に利はないぞ。例えばイオリが敵方に捕らわれて、そのまま我が名を明かすやもしれん。あるいは生き人形にされるやもしれん。故にイオリに我が名は教えられない。そんなに名が大切か？うん。そうか。ところで、俺が敵に捕まるのは定めか？敵が弱いなら捕まえるもの。マスターならなおさらだ。うん。捕まった俺を助けようとは？イオリがいようといまいと戦力的に変わりはない。マスターが死んだのならそれはそれで戦いやすくはなる。確かにな。貴殿に比べれば吹けば飛ぶ紙が如くではある。紙？紙ではないな。響きが少し違う。吹けば飛ぶものなのか？おや、それも知らない。ものを知らないのは過去を生きた人物であるからか。しかし今を知らないというのは都合がよくなかろうに。そのあたりすり合わせがあってしかるべきだな。ん？なんだ急に黙って。眠いのか？うん。おーい、
より、おーい、さようなこともあろう、英月の儀、何分手探りの試みゆえな。は、ランサーの妨害さえなければ神明の類推もかなったのでしょうが、ともあれこれでようやく7人の呼び人が揃ったと言えましょう。土帝殿、報告大義であった。して小説よ、なぜキャツをみすみす取り逃がすような真似をした？それは、こたびの件、お前の友も腹に据えかねていると見えるが。恐れながら、慈悲深き我が主よ、無知な者を無知なまま殺すことも慈悲かと。言ったはずだ、ライダー。マスターの自覚なき者を斬るは我が心情にもとる。よい。聖水入を済まず、石上五穀を生ぜず、せいぜいその生真面目さで斧が首を締めぬよう努めるのだな。よく戻るぞ、ライダー。長居は無用だ。お待ちよ。無作法者がそこに。論道を無用で切りつけるとはな。義に無関係な人間だったらどうするつもりだ？ランサーとそのマスターか。このような弱に一体何の用向きだ？奇襲以外何があると？もっとも子孫自体がね。随分と大胆な奇襲があったものだ。とはいえ貴殿が相手なら話は早い。ライダー、待て。やる気が有り余ってるのは結構だが、そいつと正面からやり合うつもりはない。ではどうするつもりだ？くだらない思い出話をしようじゃないか、由衣小説。何故私の名を知る？貴殿は何者だ？知恵も己に加盟なし。かようなものは島原の炎で灰となって。島原の生き残りならば、もしや貴殿、森総意見先生を。よく知っている。さあ、くだらない思い出話をしようか。知恵門殿、私も貴殿とは話をしたい。わしが剣にのみ生きたのは今のお前ほどの自分だった。戦国の世が続いたならば、わしはそのままで生きただろう。だが世は変わったならば、道も変わるは道理。二天一流は剣のみにあらず、心の形。
人が人としてよく生きるための武蔵なりの覚え書になった。いおり、お前は特別だ。他の者とは頭の出来が違う。新しきを受け入れる柔らかさ、古きを尊重するつつましさ、和をよしとする穏やかさ、そしてその上で合理を選び取る勘の良さ。お前を養子としたのはその才を見抜いてのこと。鍛えれば良い試し切りの相手になるだろうとな。決して情などではない、情などではなかったのだ。師匠。だがお前は優しすぎた。若い自分の武蔵であれば、あるいは。師匠。武蔵の教えなどお前には苦痛でしかない。そのような運命に出会えば当然のように従うだろう。人助けなど全く。いおり、お前は生まれる時代を間違えたのだ。師匠。起きろ。聞こえないのか？いや、師匠はもうとうの昔に。いい加減起きろ、より。おはよう、セイバー。その呼び方は、まあいい。遅いぞ、より。先が思いやられる。あの程度の戦いでどれほど疲れ切った？まったくもう。次は君の眼に塩水を垂らそう。それは困る。驚きのあまり刀を抜きかねん。ほう、いおりが抜くか。となると私の加減次第では返す刀でいおりは真っ二つになるな。そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。善処しよう。それより君にはさっさと起きてやるべきことがある。というと？私たちは寝食を共にするのだ。ゆうべ君の言ったことだろう。寝て起きたならば次は食べる方。うん、朝毛の時間だろう。さあ支度を、より。兄ちゃん大変だよ。隣の家がみんな壊れて。おや、来客か？客というか、昨日の今日だぞ、カヤ。一体何しに？で、兄ちゃんちも大変じゃない。
が、そうだな。昨夜は人ならざる者の襲撃を受けたと、どうしてカヤに言えようものか。何、単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷がこの辺りに落ちた。おかげで昨夜は大騒ぎだなあ、イオリ。雷か。って誰ですかこの孤児。綺麗。もしかしなくてもこれって兄ちゃんが女の人を長屋に。私はセイバーという。察するに君はイオリの妹のか。客人の前ではしゃぐものではないよ。俺はセイバーと大切な話がある。悪いが今日のところは帰ってくれ。大切な話？それは妹として聞かざるを得ないような。どうしよう、こんな綺麗な姉上ができるなんて心の準備が全然間に合ってない。勘違いで姉を生やすな。ほら帰った帰った。何を焦る、より。大事はない。妹子は私が守る。そういう問題では。そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。いおりがどこかに隠れていれば私が全て済ませよう。イオリとてライダーとランサーを見てまともに斬り合おうとは思うまい。むしろ思われてしまうと困る。ん？何の話？黙って聞いておれば大層な口を聞くではないか、セイバーとやら。何者だ？あ、本のじいちゃん。やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に随分とのんきだな。ん？喧騒が心地よう身に響いての。気づけばぐっすりと眠っておった。いおり、これは本だよ。本？ああ、南蛮の書だ。日の本の書はもっと薄いし、よく曲がる。ははん、なるほど。東大では木に書くのはやめたのか。木簡か。本を知らぬとなればやはり相当に古き時代の人物なのだろう。こそばゆいはそう熱く見つめるでない。まあわしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし本か。時が変われば書も口を聞き空を飛ぶようになるとは、なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ普通。このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、
ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、紅玉の書は父の遺産だ。いずこの文字で書かれたかすらもわからず読むのを諦めていたが、ある日突然俺に琴の葉を放ってきてな。正直驚きはしなかった。琴の葉でやり取りができるのは、なんというか書を読むよりもたやすいしな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。体中の経絡を研ぎ澄ませ、半年の後カトンの会得に成功したというわけだ。カトン、ああ、あれか。昨夜君の使った術だな。ならば差し詰め、この書は君の術の師か。死が傍らにあるなら、うん、今からでもまじないを本文としたらどうだ。剣よりよほど身を助けるだろう。俺の本文は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。剣士、のんびり話してるけど、兄ちゃん家なんとかしなきゃ。ホコリも泥棒も入り放題になっちゃうよ。そうだな、これでは朝毛もままならん。ならばいよりよ、これを機にこの長屋に魔術工房をこしらえてはどうじゃ。鍛冶師に鍛冶場あり、魔術師に魔術工房ありじゃ。工房？なんだっけそれ。お前も前にじいさんから聞いたろう。魔術師の持つ鍛冶場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。しかり魔術師の魔術工房とは難攻不落の要塞なり。だが余人に知られては三流の仕事、一見しても分からぬよう長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう、守りを固める術ならぜひやるといい。やぶさかではないが、うん、工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあ道理だな。銭はまあ昨日の稼ぎで足りるじゃろ。さあ必要な素材を買いに出るぞ。